や、もう最終戦ですね。今シーズンも暑い日が多く、選手もスタッフも、みんな大変だったと思うので、最終戦は秋らしい爽やかな日の中で、陽気の中でありますようにというコメントを残ってますね。さあ、続きましてスタートしていきましたのが、全系22番関根選手がスタートしました。タイムのタイム、1分35秒。さあ、関根選手がスタートしてきました。この選手は埼玉県の選手、マシンは CB250 ですね。 CB250 です、関根選手。ゼッケンは22番つけてる選手。おっと、転倒してる状況から片山選手の模様だ。これは痛いでした。ゼッケン23番片山選手、これは転倒してしまってタイムレス。さあ、続きまして、スタートしていきましたのは、木村選手、スタートしていきました。ゼッケンは18番。さあ、木村選手、東京都の選手。ただいまのタイム、46秒3。マシンが GSXR750、木村選手のマシンは、コメントにはホッケーじゃなくて、そしてピー、わかんないよ、わからんピーって書いてありますね。すいません。さあ、続きましてスタートしていきましたのが、ゼッケン17番、ただいまのタイム1分34秒5。